スピードミントン、スピードミントン、スピードミントンとして日本で知られるようになったが、スピードミントンはドイツスピードミントン社の登録商標である。このスポーツの名前は2001年にスピードミントン、スピードバドミントンと改名されている。その後国際スピードバドミントン協会は2016年1月1日からクロスミントンと競技名、スポーツ名の名称を変更した。 この、スポーツの一番の特色はネットがいらないので、どこででもできること。二人のプレイヤーが12.8メートルの距離を挟んで、それぞれ 5.5x5.5 メートル四方のコートに、向かい合わせに立つ。スピーダーと呼ぶボールを、相手コートに向けて打ち合う。1セットは16点までで、すべての得点をカウントする。先に2セットを取った方が勝ち。スピードミントンは、 バドミントンを屋外で行うためのバリエーションを試行していたベルリン在住のビル・ブランズによって考案された。通常のバドミントンを屋外でプレイしようとするとバドミントンシャトルコックが軽いため風によってプレイに支障が出てしまうためである。スピーダーイコールスピードミントンシャトルボールはバドミントンとは重さとデザインが違うためゲームのテンポも早い。 このニュースポーツに考案者が最初につけた名前は、シャトルボール、シュタルボールであったが、2001年にスピードミントン、スピードバドミントンと改名されている。その後国際スピードバドミントン協会は2016年1月1日から、クロスミントンと競技名、スポーツ名の名称を変更した。2003年には、ドイツ国内で競技人口が約6000人にも上った。ただし、 ドイツでの競技人口は増えたが近隣諸国を含めた国外での普及度は低い。これはスピードミントンが特許により独占されており、スピードミントンも登録商標登録されていて自由に使えないとが普及を妨げている。2005年には最初のチャンピオンシップがベルリンで開催されている。2011年からは2年ごとに世界選手権大会が開かれ、 2015年の第3回大会には日本から10名の選手団がアジア圏から初参加した。欧米を中心として約40カ国でプレーされており、日本では2005年から行われるようになった。スピードミントン株式会社は2006年に設立された。それから5年後の2011年、全世界をカバーする国際組織イスボーが設立され、 29カ国から373人の選手が参加し、第1回世界大会が開催された。2013年には第2回世界大会が開催され、2014年にはヨーロッパ選手権大会がポーランド・ワルシャーで行われました。7月24日から26日。日本からは2名の選手がアジアから初めてゲスト参加し、ドイツチャンピオンチームと親善試合を行った。 2015年の第3回大会には日本から10名の選手団がアジア圏では初参加した。各年で地域大会と世界大会が交互に行われる。スピードミントンジャパンは2020年のアジア選手権、東京大会、2021年世界選手権、東京大会開催を目指している。2014年7月から 日本正規代理店スピードミントンジャパンが営業を開始。日本でのスピードミントンの普及を目標に用具の販売と活動の支援をしている。コートはサイドにある5.5メートル四方の正方形のエリア以下スクエアと称す二つからなる。スクエア間の最短部の距離は12.8メートルでテニスコートを縦に半分にした広さでプレーできる。コートは場所を選ばず、 芝生、砂浜、雪上ありとあらゆる場所でプレイされる。ラケットはスピードミントン専用のものを使う。ラケットのデザインはバドミントンのものとは大きく異なる。ラケットボールのラケットやテニスの変形でからけ、ウィルソンのシャモジ型ラケットに似ている。スカッシュのラケットより柄がかなり短い。シャトルボールはバドミントンのものより重くデザインも違う。 スピーダー、スプダーと呼ばれるもの。倍近い9ムの重さで、頭の部分がゴルフボールのようにリンプル加工されており、最高で時速280キロ以上ものスピードが出る。スピードミントン車のイベントでは、スピードチェックという機械で速度を測るゲームも可能。この写真の商品は非常に古く、現在販売されていない。日本でのスピードミントン車製品の販売は、 正規代理店より2014年9月半ばから開始。ゲームの目的は、相手側のスクエアにスピーダー、スプダーを直接打ち入れることである。以上の場合は、相手の得点となる。ゲームはどちらかが16点を取れば1セットとなる。ただし15点もしくは、それ以上のスコアで同点となった。時は2ポイント差がつくまで延長して行う。 5セット制でどちらかが3セット取れば勝ちである。1セットごとにサイドを交代する。サーブはアンダーハンドで行い3点入ることに交代する。ただし、スコア15対15以上になったときは交互に行う。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。